あ、マナ。さ、この下は緩斜面だからね、出だしは急斜面だけど下は緩斜面なんで、思い切って手前の水を使ってスキーを走らせるようにしましょう。速いスキーやってるよ。スキー落としてるし、うん、そう、溝に逆らわないで。いや、参ったな。ピントが全然合わない。なるべく水をしっかり入るようにね。そう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 。溝は初めっから狙い、溝の内側行ってスライドさせないように。緩斜面なんだから。なかなか速いスキーやってる。ああ、ちょっと最後まで外気外気。さあ、こけないように。ほら、今のナンダーの街はない。ターンの最後後半でないとしたら足場が全部なくなっちゃうじゃん、切り替えるときに。さあ、こうが何本か滑ってスキーに慣れてきたね。そうそうそう、そう、手前の水使い、手前手前手前、もっと早く切り替えろ。そう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 、最後まで外スキー、外スキー。さあ、まっすぐ来るなよ。そうそう、ラウンドさせろ、ラウンド。そう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 、今度いいね。そう、手前の溝のバンクを使っていかないとスキー走ってこないです。さあ、腰しっかり入れて、腰横向けない、おへそ横向けない、腰をポールに当てる。頭じゃなくて、頭もっとポールから離せ。速いスキーやりだしたんだから、やっぱり基本的なことをもうちょっとしっかりやればもっと速くなります。うわ、叩かれてる。どうしてもゲート狙いになっちゃうんだよね、溝狙いじゃなくてね。下のはいいけどね。今日は最高の天気です。